改めまして皆さんこんにちは。もうあと少しで、1月も過ぎようとしておりますけれども、この1年皆さんにとりましても当然、私は市長ですから市民の皆さんにとりましても職員にとっても幸大きい1年でありますように心から祈念をしております。1年間よろしくお願いいたします。今回、1月の定例記者会見ということで、3点、取り上げをさせていただきましたけれども、その前に、この年明けから、いくつかいいニュースも入ってまいりまして、卓球の世界では、水谷隼君は想定通りということが言えるかもしれませんけれども、磐田市出身の伊藤美誠ちゃんが素晴らしい成績を残したこと、それからジュビロは、今シーズンもさらに踏ん張ってもらいたいと思っておりますけれども、新体制が確立して、行ったり来たりしないような強固なチームを作っていただけるもと信じておりますが、そういう新体制で発足したということ、それから、メディアの皆さんにも多数お越しいただきましたけど、疾病の誕生会、3歳の誕生日に県内外からですね、多数のお友達がお越しいただきまして、ララポートで盛大に誕生会ができて、子どもたちがあれほど喜んで、はしゃいでる姿を改めて目の当たりにしますと、やっぱりいいものはいい、かわいいものはかわいい、そしてすくすく子どもたちも育ってほしいな、そんな思いも持ちました。で、一昨日になりますけれども、私は子育てと教育の分野に力を入れようと宣言をしているわけですが、ホット研修という名前で、とにかく幼児教育の大事さ、発達障害の分野の頑張り方の在り方、そして第1期生がですね、3年間の内容のカリキュラムを1年半で終えまして、発表会がこの大会議室でございました。その時に幼稚園、保育園、私立問わず、学校の関係者問わず、この会場がいっぱいになりまして、いい研修の報告ができたことは、本当に市長として嬉しい思いでございました。本年は、この4月1日で合併10年という、平成の大合併で全国的に4月1日に10年を迎える自治体が多いわけですけれども、自分の中で一つの目標値として、この10年をどう迎えるかということを自分の中で思い定めてきた年度でございますので、そういう思いでこの10年1年間迎えたいなと思っております。それでは早速ですけれども、3点の1つ目、子ども研修の制定についてご報告を申し上げたいと思います。お手元の資料にございますけれども、先ほど申し上げましたけど、私は昨日もですね、大きなニュースが飛び込んできました。まだ未成年とはいえ19歳の、多分成績は良かったろうと思いますけれども、明大生のですね、19歳の女性が、人を殺してみたかったみたいな話をされていると新聞報道で、見聞きしましたけれども、とにかく、勉強さえしていればいいみたいな社会が若干ありましたけれども、社会でたくましく育っていくために、準備運動しているのが学校の世界ですから、そういう意味では、家庭も学校も含めて、地域社会も含めて、自分の子、我が子だけではなくて、子どもたちを社会で育っていこうという一つの目標値を子ども研修を策定をして、そして、もう一つ一枚ペラでですね、それをサポートするための、行動指針として、子どものいる家庭だけではなくて、高齢者の世帯でも、とにかくみんなで応援していこうという指針を23点ノミネートいたしまして、そして2月から投票によって12の指針を決めていきたいと思っております。市民運動につなげていきたいということでございます。磐田の大地を踏みしめ、共に手をつなぎ、明日を楽しみにたくましく生きよう、前段は少し固め、後段は分かりやすい言葉にしていただいたようですけれども、これは有識者会議も含めて、小中高の子どもたちも参加していただいて決めた案件でございまして、その中で、こういう磐田の大地を踏みしめというのは、
この岩田の歴史、文化、地域、伝統、それから家族、友人を、まあ、網羅したような思いで岩田の大地を踏みしめ、まあ、共に手をつなぎというのは温かさだとか人との関わりだとか、まあ、常に、孤独になった時でもそばに人がいてくれるんだという思い、それから明日を楽しみにはもう言葉通り夢や希望ということですけれども、その後にたくましく生きようというのは、先ほど申し上げましたように、昔も事件がなかったわけではありませんが、若干、質の違うような事件が今多発しておりまして、それやこれやを考えますと、当たり前のことを当たり前に考え実行でき行動できるような、まあ、そんな子どもたちをたくましく育成していこう、たくましい若者を育っていこうという思いで子ども憲章の制定決定に至りました。これが1点目でございます。2点目につきましては、子育てサイトの運用開始というタイトルにいたしましたけれども、ポータルサイトを構築いたしました。これは若手の職員を鍛えようということで、40歳以下の職員を対象にしてもう4年目か5年目になるんですけれども、職員からの提案の事業の一つでした。でこれはですね、岩田でもそのホームページからリンクしていくものは作ってあるんですが、なかなかこう入っていくのに難しいという意見もございましたので、見やすく検索しやすいものといたしました。まず私の説明よりも、見ていただいてですね、もし職員の方から補足があれば説明をしてもらいたいればと思っております。できますか？私この数年間ですね、子育て中の若いお母さんたちと何度か懇談を持ったわけですけれども、非常に不安と迷いを抱えているな、まあ、私たちが子どもの頃の親御さんの世代は当たり前の世界がそうではないなということ、それから核家族というのは随分影響しているな、そうすると一つの道しるべとしてこういうものも、まあ、スマホネット社会ですから、まあ、検索しやすい手元にツールがあればですね、いつでも見れる、まあ、こんなことを思いまして解説に至りました。じゃあいいですか？はい。
いいですか。はい、また後で質問がありましたらお願いいたします。それから3点目でございますけれども、岩田市が今度初めて県内ではありませんけれども、オリジナルナンバープレートのデザイン決定に至ったということのご報告でございます。私は嬉しかったのはですね、全部で574点の応募の中で小中高の割合が非常に大きかったということ、それから市内のですね割合が非常に大きかったということで、全国からもですね600点近くの応募を合わせていただいたということを考えますと、一言で嬉しいなという思いでございました。最優秀になりましたのは、神奈川県にお住まいの木村さんという女性でございますけれども、いいデザインのプレートができたなというふうに思っております。こう手元にコピーがあって、こう現物大みたいなのありますか。ない。はい、現物のものをまた後ほど、そうですか、紙幣に持ってもらって登場してもらいます。そうですか。2枚目にですね、提供資料として、お配りしておりますけれども、色がついている方がいいとか、いろんな好評をいただきましたけれども、共通しているのは可愛いなということでした。でデザイン的にはですね、やっぱり、嗜好品的なものもありますから、ちっちゃい目で机の上で見るとこっちの方がいいなということがあろうと思いますけど、走っている時でも、すぐ分かる的な、要素の中で決定をされたということでございます。6歳から72歳までの幅広い皆さんから応募いただきまして、今日の決定に至りました。これが3点目でございます。私の方からは以上でございますが、何かご質問があればお願いをいたします。